はい、こんにちは。マスターです。センチです。今回は、ここにちょっとポインセチアっていうシンクの赤の置いてあるんですけど、前回っていうか前に IQ テストを先生に検証した時にドラえもんの絵をもう俺が描いたんだけど、あまりにも下手すぎて、まあその後先生描いたんだけど、もうそれはもうほぼドラえもんじゃなかったし、でちょっと思ったんだけど、今度絵をちょっと描いていこうかなと思って、どうすか絵。このまま行くと我々は一生下手だって自分で思い込んでやってしまうから、まあやってみようってことね。まずね、そうとりあえずね、とりあえずどのくらい絵が描けるのかっていうのをちょっとやってみようと思ってね。まあ多分絵とかって描けば上手くなると思うよね、なんか思わない？もう描き慣れれば、多分上手くなると思うから、ここでちょっとね、いろいろ描いて、ちょっと練習ではないけど、まあ描いていけばもしかしたら、天才かもしれないから、まあこれ終わった後多分ゾッとしてると思うよ。これひでえなみたいな感じで、そう、まあ、今日は、まあ、そんなに道具はなかったんだけど、スケッチブックね、これマスターと先生って書いてあります、スケッチブックとこの鉛筆をとりあえず用意して、まあ、これで鉛筆デッサンみたいな形でやっていこうかなと思って、我々絵が初心者だからよくわかんないけど、鉛筆デッサンぐらいやったらなんとかなるんじゃないかと思うんで、まあ難しいと思うけどね、やってみますか。とにかくやってみよう。とりあえずやってみよう。書いてみますか。じゃあやりましょう。はい、はい、やってみます。また絵描くのはいつ以来？絵描くのはね、いや中学生以来じゃないか。中学生？これさ、2ビート、1ビート何じゃん、太さだっけ？濃さでね。濃さ2ビーの方が濃いの。あ、2ビーの方が濃いんだっけ。20年ぶりくらいかな。20年ぶり。まあ基本的に中学で描いたって言ったってね、この美術とかでさ、美術何だった？行こう。あ、俺も行こう。意外といけるかもしれない。ね、意外といける。意外といける。やってみようじゃないか。じゃあとりあえず書いてみよう。よっしゃ。はい、じゃあ、はい、仕上がりました。先生結構時間かかってたね。いやー、結構楽しいね。楽しい。没頭してるとさ、何にもこう考えないでさ、こうただ向き合ってるだけじゃん。でしかもさ、作品は誰にも邪魔されなくてさ、自由に描いていいわけじゃん。なんじゃね、ずーっと描いてられるよね。じゃあとりあえず見せますか。じゃあお互い見せましょう。はい、じゃあ私の。おどうかな。これが被写体。被写体で、ジャンプしましょう。これが、はい、あれ結構なんか似てるね。クオリティ高いんじゃない。お互い似てんじゃないの。これさ、上手いのか下手なのかっていうのがいまいち分かんないんだけどさ、上手い下手ってのはどっちでもいいんじゃないかな。あ、これ先生のすごいね、赤いのと葉っぱの違いが分かるわ。俺の分かんないんだよ、俺よく。これどういう、あ、ちょっと待ってなんか俺さネタになるかと思ったらやってんじゃんこれ。一応ね、なんかこういうのあるじゃない。一応マスターにしたんだけど、マスターエンドにしたんだけど、俺さ、これ書いてさ、これ何これって突っ込まれると思ったらやってんじゃんこれ。やるよやっぱやるよね。これどういう意図で書いたの。いや、なんか普通に書いた。なんか意図わかんないけど、赤いさ葉っぱと緑の葉っぱがあるじゃん、それをどう表現しようかなと思って、ずっとそればっかり考えながら書いてた。鉛筆だと難しいよね。難しいよね。でも先生のさ、わかるかなこれ、表現できてるよね。緑と赤って白黒じゃはっきりできないから、はっきり赤は黒く、緑はもう薄くっていう風にして、でこう赤だけはなんかこう内面からこうブワッと魂が出てくるみたいな感じ で赤を浮き出した代わりに緑を犠牲しちゃったみたいなね。あ、なるほどね。俺は指でこう擦ってちょっと赤っぽく見せようと思ったんだけど、で、まあ、同じなんだよね、薄くして葉っぱは。で赤いところはこう擦ったりとかしたんだけど、いまいちダメだなと思って。でもお互いさ、こう20何年ぶりにしちゃできてるよねこれね、と思うけどね。分かんない、その一般がちょっと分かんないから。いや、俺中学校時以来本格的に描いたことはないんだけど、中学の時より上手くなってる、なぜか。あー、なんか分かる気がするな。俺もそうかも。なんでだろうね、書いたこともないのにさ、感性が高まったんじゃない、やっぱり。あーと思うけどかもしれない、あと手先が器用になったかもね、いろいろなことして。そうだね、これちょっとあれだね、楽しいからちょっと今後続けていきたいね。っていうか色をつけたいね、やっぱね。鉛筆だと限界があるね。そうだね、
あのね、鉛筆の表現の仕方がわからないんだよね、うん、これ先生は多分できてると思うね、多少わかんないけど、でも俺これ赤と赤じゃないところの差がなんかわかるもん、これでも俺わかんないもんね、これね、緑全部緑みたいな。次は色付きのあの水彩画っていうのかな、どうもか、なんか描いてみようで、うん、まあまあでも初っ端だから、うん、そうだね、うん、一番最初だからね、じゃあそんなもんで、うん、じゃあそんな感じで、じゃあ次はじゃあ魂を込めたカラー画像。そうだね、今度カラーでちゃんと描きたい何かを。カラーにしよう、じゃあ、うん、じゃあこれからちょっとずつこれやってこいよ、うん、絵をいっぱい、まだいっぱいあるからね、いっぱいあるからね、うん、でもこんなので続けていけばさ、そのうちめちゃくちゃ上手くなるんじゃない、うん、なるほど、ちょっと思う、分かんないけど、表現力が上がってくるかもしれないね。そうそう、この絵が妖怪に見えてきたりとかさ、うん、あるか、そうだよ、一番最初のこの絵と一番最後とにこれを描いた時全く別物になってる。これ毎回描くの？いえいえ、例えば、例えばこの小さくまとまってるそのまんまを描きましたみたいなのじゃなくて、もうなんかこう、何これみたいな、塗装は何みたいな、それが多分さ、表現力の成長ってことだよ。どういうふうにね、その絵心が成長していくか分かんないからね、人それぞれで。最初のスタートは大体こんな感じでしょ、みんな見たものをそのまま描くみたいな。あとはそこに自分のこの感性とかいろいろが入ってきて、徐々にこう絵が変化していくっていうか、進化していくっていうか感じだと思うんだよね。その絵は誰が描いたって価値があるね。ドラえもんから始まった、ドラえもんからね、ちょっとドラえもんがあまりにもひどすぎて、ちょっとこれはまずいんだってことになってね、ちょっと借りて個展やろうよ。あ、いいね、全部こう誰も来ないって、誰も来ないじゃあ今後も続けていきたいと思います、はいはい、じゃあ今回はこれで終わりますか。はい、終わりました。じゃあ気に入っていただけたらグッドのボタンとチャンネル登録をお願いします、はい、お願いします。はい、ありがとうございました、はい。